俺、犬。名前は、ピンチンチンって言うんだな。これは昔のとっても、偉い犬の名前なんだけど、俺はあんまり偉くないんだな、きっと。これがこの店の娘、カモネギチカ子、通称チカ。俺はチカちゃんに、こんなんだな。だけど、もちろん、プラトニックラブ。プラトニックラブなんかじゃないんだよな、全然。チカちゃんと結婚したら、二人で朝シャンして、チカちゃんの背中流してあげるんだな。へぇ、リンチンチンがね。本当に朝っぱらからもう。こりゃ、恋する男の目だわ。お似合いじゃない？それもいいかもしれないね。もう一つ屋根の下に暮らしてることなんだし。どういう意味よ！ついてこないで。また来てんだ、リンチンチン。はい、柔軟体操。何もしてないのに。ここほんと、リンチンチンって地下一筋ね。いじらしいくらい。あのね、ここまで一途に慕われるとさ、一度くらいならいいかって気になれない？殴るよ、鶴亀。お、いるな、頑張れよ。コンコン。ねえ、聞いた？あの犬とできてるんだって。え、できてるって？もうだから、すでに同棲してるわけよ。そんな、信じられない。何よ、みんな。カモネギさん、ちょっといいかしら。そんなに、このワンちゃんのことが好きなの、あなた。ん？はあ、まあ、うちがペットショップをやってるんで、ほとんど人間と同じつもりで付き合ってますけど。人間と同じ！その、法律的に言っても、将来犬とは結婚できないと思うのよ。つまり、本人同士はともかく、世間体もあることだし。え？それに、まだ高校生なんだし。ね？先生の言ってることわかるでしょ？おちょっと鶴亀、何言いふらして歩いてんのよ。知らないわよ。もうついてこないでったら。ったくもう、なんだか知らないけど確実に変な方向に噂が広がってるわ。学校に来れなくなっちゃうじゃないの。あんただろ、2年のカモネギって。え？犬よかずっと人間の方がいいからさ。やめて！教えてやるよ。
あの犬よりもうまいと思うぜ。自信あんだ。チンチンチン。ん？の？やるときはやるのね、リンチンチン。ありがとう。借りができちゃった。ちょっとヘコ。そんなことしていいなんて言ってないでしょ。借りは返さなくちゃいけないんだな。ヘコ。チカちゃんはトリマー。要するに、犬の美容師を目指しているんだな。でもなんだかトリマーって大変そう。私器用じゃないし。大丈夫、慣れよ慣れ。練習すりゃ誰だってできるようになるさ。練習材料ならチカんところにいるじゃん。ああ、いいねそれ。今からチカんち行って練習しよう。マリー、あれ？リンチンチンは？おかしいわね。さっきまでいたのに。明日かな。リンチンチン。へこへこ、へこへこ。リンチンチンを呼ぶにはこれが一番。リンチンチン、近くがトリマーになれるかどうかかかってんのよ。一肌脱いでくれない？でも実験台は嫌なんだな。それが愛する人に対する態度なの。ここは好きなチカのために。ほら、これなんかいいじゃない。ちょっと、でもこれプードルじゃない。プードルがね、トリミングの基本なの。惚れた弱みっていうのかな、これが。そんな違いはないわよ。ほら、思い切ってやったんさい。失敗なんか恐れずにガンガンとね。リンチンチン、動いちゃダメよ。取り返しのつかないミスしたわね。やっぱし仕方ないわ。これはなかったことにして、続きをやってみなよ。どうせこのままじゃどうしようもないんだし。他も買ってバランス取らないと。どうしよう。そうだ、この状況をまとめるにはこれしかない。もっと大胆にカットを入れて、そんでこうやって、これでよしと。パンク犬ってネーミングはいいんだな、きっと。笑っちゃかわいそうよ。これでもナイーブなんだから。リンチンチン、素敵よ。あんまりハンサムになったものだから、誓ったら今夜はその気よ。よ、日本一の変態犬。何よ、その格好。これが原因で大事なとこが役に立たなくなってしまったんだな。みんな、どんなことがあっても青春は耐えることなんだな、きっと。リンチンチンが男としてダメになっちゃったのは、元はといえばあんたの責任なんだから。あの若さでさ。どういう意味よ。わかってるくせに。今のリンチンチンに必要なのはチカの愛よ。飼い主としてじゃなく恋人としての。ヒューヒュー。冗談じゃないわ。はい、これ。何よ。何じゃないわよ。こっちもいろいろ考えてやってんじゃん。
商店街のくじ引きで当たったんだよ。やっぱそれなりの舞台設定がないとね。え？何の舞台設定？この期に及んで何言ってんの。リンチンチンを救えるのはあんただけよ。ちょっとあれ、悲しいし死にたい気分なんだな。チカちゃんと結婚して子供たちに囲まれ幸せになりたいと思っていたけど、はかない夢だったんだな。リンチンチン早く出て。死にたい気分って言ってみただけなんだな。チカ子、ますます責任は取らなきゃね。それに見てよこれ、この手首の噛み傷。これ見て何とも思わないの？あんたのせいよ。そんな、もう二人で行くっきゃないよ。センチメンタルジャーニーって言うのかな、これが。何やってんだろ、私ってば。バカな犬相手に。カップルばっかじゃん、たくの。頭に海牛のけて何やってんの？友達。半分溶けてるわよ。はあ、本当にもう死にたい気分。何？死にたいだと？ええ。あの一人で来てる人が、なんだかこの世のすべてが嫌になったみたいな感じで。よっぽどの事情があるんだろう。ええ。絶対に目を離すなよ。わかりました。あ、友達！ナマコは捨ててきなさい、ナマコは！先の方へ出て行きました。いかん、うまく近づいて何とか止めるんだ。はい。リンチンチン、どこ行ったの？リンチンチン、お客さん、あれお客さん偶然だね。散歩ですか？え？いや、海はいいですね。こうやって大海原を見てると自分の悩みなんてなんてちっぽけなんだろうって、そんな気になるよね。はあ。でも私の悩みって海より深いし。あのよかったら僕に聞かせてもらえませんか？リンチンチンとの関係で悩んでるなんて言えない、言えない。落ちたら助からないだろうな。ねえねえ、帰ってお茶でも飲みませんか？そうだそうだ、そうしようよ。え、あ、ナンパしてんだ。こりゃ思わぬ展開だわ。
いい雰囲気だわ。今夜は何か起こりそう。いい雰囲気だぞ。何としても自殺を思いとどまらせるんだ。ん？なんだこいつ。リンチンチン。何よそのタコは。友達。綺麗になったよ。こんな綺麗な子がなぜ自殺なんて。ついに、ついに来た。苦節17年。大丈夫ですか？そうだ、今夜ここで会えないかな。いいものを見せてあげる。え、何ですか？亀さん。亀って、もしかしてあなたの？亀を見たら、きっと命の大切さを分かってくれるさ。じゃあ後で。そこまで行く？早すぎたかしら。あ、わあ、月が隠れたら真っ暗闇だわ。あ、来た。あの、そこにいるんでしょ。息が荒いですよ。あ、そんな、いきなり、いや、そこは、やだ、くすぐ、あ、いや、うははさあ、ウミガメの産卵を見て、命の尊大さを考え直しましょう。静かにしてください。どうやら来たみたいですよ。エコ、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 エコ。そりゃ確かに自殺もんだわな。待って、違う、誤解よ。待って、ねえ待って。これでいいんだな。うん。あ、愛は障害があればあるほど燃えるんだな。へこへこ。横山加古源43歳、一男一女の父親で県立西所沢高校の数学の教師なんだな。これは俺の宿命のサバイバル。もといライバルになるんだな、きっと。ところで今日からはこの音屋で勉強の合宿とやらを やるんだな。スイカも出るって不安がよぎるんだな。遅いんだよ。おほー、悪い悪い。なんだ、カモネギ、来てたのか。はい、やっぱりトリマーは向いてないと思って進学しようと思うんです。そうか、それじゃあ、追っ始めるか。へこへこ、へこへこ。あ、何よ、リンチンチン。
ネギらしからぬあの熱い眼差し。いつもはこんな感じなのに。あ、そろそろ休憩にしよう。お昼からは大福先生が英語の質問を受けてくださるぞ。先生、質問が。この微分のところなんですけど。あ？どう？なんだこの恥ずかしげにほてった顔は。へこへこ。これじゃまるでわしに惚れてるみたいじゃないか。今朝はいきなりわしに抱きついてくるし。これは参ったな。どうしたんですか？いや、ちょっとね。なんだ、隠さないでくださいよ。いや、ちょっとね。女性との一人がね、どうもわしに惚れてるみたいでな。へえ、本当ですか？いや、参りましたよ。先生、私を抱いてください。どう思うあれ？え？ちゃんと先生の席用意してたのに、無理やり地下の横に座って。そういや、さっきの自習時間もマンツーマンで教えてたわよね。うん、うまそう。は、カモネギ、肉食え、肉。あ、先生こそ食べてください。いいんだ、いいんだ。わしはちょっと肉はな、コレステロールがな。ん？食べなさい、食べなさい。肉食って、一生懸命勉強しなさい。食うな！うん、うん、うん、うん。うん、リンチンチン危ないでしょ？こんだけが、せっかくチカちゃんとイチャイチャしてたのに。へえ、見て見て、火花散らしてるよ！なんて間抜けな三角関係なの？ではいよいよお待ちかねの肝試しだよ。男女ペアになって目印のとこの文字を書き写してくること。ペアは阿弥陀くじで決めるよ。結局勉強なんかなばっかりなのよね。細工したね、もちろん。よーし、面白くなるぞ。若林くんと春川さん。やだー。次は、皆さんのご期待通り、角源先生とカモネギー。ラッキー。行くぞ、カモネギ。私がついてるから大丈夫だ。はあ。まずいんだな、ちょっと。ポーチ！行きます。ひぇ！手つないで出てったよ！本気だぞ、あのおっさん。あぶねえ。ああ、私怖いの苦手。よし。怖い。知っとるか、カモネギ。これは10年前に本当にあったことなんだよ。やめてよ、先生。いきなりトーン下げて喋るのは。その日もこんな月のない夜だった。猫か。怖かったよ。かカモネギ、行くぞ。こっちの手。こんな犬に負けるか。こんなおっさんに負けないんだな。見た？すげえさっき。おい、肝試しは中止だ。こっちの方が面白い。くそー、こいつがいる限りこの先の展開は望めんぞ。こんな時のために。ほーら、リンチンチン、それ。それ。女性は犬だ。ここまで来れば、何やん！ここで、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 
どこよ目印。確かこの辺だが。バカモン、誰だこんなすぐ分かるところに目印置いたのは。ありました。あ、いや、ないな、そこまでやる。いやだな、もう。もう少し奥の方じゃないかな。本当にこっちの方なの。やだよ、先生帰ろうよ。何、噛まれたのか。いや、いいか、マムシかもしれんぞ。どうしよう。助けを呼ぼう。いや、一人にしないで。よし、お前行け。わしはカモネギと助けを待つ。カモネギ、大丈夫か。お前こそ行けばいいんだな。なんだその態度は。わしに行けというのか。へこへこ、へこへこ、リンチンチン、へこへこ。二人きりにはできん。おい、ほっといていいのか。面白いからもう少し様子見よ。すっごい変態犬と発情中止。どっちでもいいから早く救急車呼んでよ。何張り合ってんですか先生。誰か助けて。カモネギ。勝手に動いちゃダメじゃないか。毒が回ったらどうするんだ。だからって連れ戻すことないじゃない。いや、それはまあそうなんだが、ここの方は人目につかないし、いや、なんでもない。大切なのはまず毒を吸い出すことだ。そうだ、助けを呼ぶのはそれからでも遅くはないぞ。そんな、だって噛まれたのはお尻だし。バカモン、そんなこと言ってる場合か。さあ、恥ずかしくないぞ。教師と生徒じゃないか。飼い主と犬なんだな、これが。大同団結しないでよ。さあさあ、死んでもいいのか、カモネギ。そんなこと言っても。そうだ、恥ずかしいからどっちか一人にして。一人は後ろ向いてて。ん、どっちか一人か。しめた、これでまた張り合ってくれればその隙に。よし、わかった、じゃんけんで決めよう。うん。かなり人の言葉を理解するようだが、賢いようでも所詮は犬だ。その手じゃパーしか出せまい。じゃんけんぽん。あ、愛があればグーだって出せるんだな。そんなバカな。言わなきゃよかった。でも先生よかマシか、いつも見られてるようなもんだしな。うん、わかったわよ。ちょっと待っててよ先生。向こう向いてて。ん、どう？早くしてよ。どこ舐めてんのよ。どこ舐められたんだ、カモネギ。どこだっていいじゃない。貴様、どこ舐めたんだ、こら。うわ、わしも噛まれた。助けてくれ。ああ、ちょっと待ってよ先生。それでも教師なの。リンチンチン、肩貸してくれるのね。はちょっと、あんたも噛まれてんじゃないのよ。痛いんだな、これが。チカ、しっかりして。勝負あったね。さすがリンチンチン、こりゃもう絶対やらせてもらえるよ。えっへん。あ、キャッヒー、リンチンチン。ヘビはマムシじゃなかったんで、みんな助かったんだな。
だから、俺ももっともっと頑張り続けるんだな、これが。こんにちは、フジテレビアナウンサー八木芳子です。ご覧いただきましたビデオケンネル所沢、いかがだったでしょうか。突然ですが、最後まで見てくださった方にお礼を込めまして、スペシャルビデオ番組アキコの部屋をお送りいたしたいと思います。見たくない方はここで止めていただきまして、見たい方は先へ進んでいただきたいと思いますけれども、最初で最後のこの番組、本日のゲストはリンチンチンさんです。どうぞ。リンチンチンさん、どうぞ。こちらへどうぞ、こちらへ。そうです、こちら。はい。もっともっとこちらです、もっと。はい。はい、はい。あ、そんなとこで、あ、ちょっと、リンチンチンさん、リンチンチン、リンチンチンってば。本当にリンチンチンさんですか？シェパードって聞いたんですけど、私。全然シェパードじゃないしね。怪獣みたい、なんか、色、なんか汚れてるし、これ、大体。わかった。あ、リンチンチンさんだ、ほんと。よく見たらリンチンチンさんだわ、素敵。ね、そういうところで、リンチンチンさんの特技は匂い当てっていう風に伺ったんですけれども。はい、そうですよね。じゃあ、ここで、ビデオをご覧の皆様に、リンチンチンさんの特技を見ていただこうと思います。リンチンチンさんの匂い当てクイズさて、ここに3足の靴があります。片方ずつなんですけれども、この中に実は某フジテレビ女性アナウンサーの靴が1個混じってるんですね。それをリンチンチンさんに当てていただこうと思います。あ、お喜びになっていらっしゃいますけれどもね。ちなみにですね、その女性アナウンサーの別の靴がこちらにあるんですね。これを参考に当てていただきたいと思います。それじゃあ、早速お願いします。
もう把握なさいましたか？はい。一つ一つ匂いを嗅いでらっしゃいますけれども。あ、気に入ってらっしゃるようですね。この黒い靴はどうでしょう？なかなかいい匂いがする。ん？考えてますね。え？なに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 ？あ、悩んでる。あ、これ。この赤い靴ですか？これでよろしいですか？早いですね。じゃあ、これね、早速この中に正解が入ってますので、見てみたいと思います。ね。このフジテレビ袋の中に。あ、赤い靴ですね。正解すごーい。でも、考えてみたら、ね、犬なんだから当たり前なんですけどね。あ、ね、でもね、これ実はですね、なんかちょっと懐かしい匂いしませんでした？ねえ、ねえ。これ実はね、ジミーお兄さんって人のマネージャーさんの靴なんですよ。大丈夫ですか？ま、ちょっと、リッチさん具合悪くなってまいりましたので、じゃあ、この辺でアキコの部屋をお送りしてきました。今日はリンチンチンさんの素敵なお花をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか？それではですね、次回のゲストはですね、漫画家の大坪真紀、ちょっと。僕、一個も喋ってないですよ。ヘコヘコだけです。いや、犬なんですよ。犬でもヘコヘコだけです。なんか言いたい？はい。あ、じゃあ一言どうぞ。うん。どうもありがとうございます。さあ、では改めてご紹介しましょう。ジミー大西さんでーす。先ほどいろいろ失礼いたしましたけれどもね。今回は、声優をやられたということなんですけれども、この仕事が初めて来たときは、正直言ってどう思われました？はい、スケジュールが一つ待ったなと思いました。あ、喜ばしいことでした。喜ばしいことでした。あ、そうですか。はい。さんま師匠なんかはなんかアドバイスしてくださったとかなんか。無理な仕事は断れよと言われました。あ、そうですか。はい。で、実際にやってみてはいかがですか？無理でした。あ、無理でしたか。はい。いや、そのことない、なかなかグッドだっていうスタッフからの評判が。声優がね、効果音ばっかりやったんですよ。へこへことか、とか。あ、じゃあ漢字とかはなく。漢字もありました。大丈夫でした？見たらわかるやろ。そんなことないですよね。声優さん楽しかったですか？声優さんですか？辛かった。あ、辛かった、はい。どんなところが？本読めない。漢字覚えられない。セリフよく言えない。あ、三重苦だったんですか？はい、もうやりたくないですか？また来ないでしょ、やりたい。いや、なんかまた頼むとか言ってましたよ。またケンネルと所沢の第2弾も出るかもしれないし。はい。僕はあまり無理しないようにしてます。ずいぶん控えめですね。さっきと大違いでしたけどもね。はい。これからね、はい、声優さんを目指そうと思ってる人ってたくさんいると思うんですけど、はい、そういう方に一言アドバイスをお願いできます。やれるもんやったらやってみ。コロコロ変えて。じゃあ、もう一つ、はい、リンチンチンさんに、これだけは勝てる。主役のリンチンチンにこれだけは勝てるとジミーさんが自信を持っているところは？日本語をはっきり喋れませんけど、僕も。相手の気持ちに伝えられるっていう。だから、こう、相手がおって、こうバーンってなって、こうガーってなるでしょ。ガーッとなって、ドーンとなるでしょ。バッとなって、ガッとなって、もう大変。それが自信を持って。自信を持って、はい。ガーッとなって、バッとなって。ガーッとなって、はい。なるほどね。はい。大変だったんですね。もう大変。突然ですが、ビデオをご覧の皆様に素敵なプレゼントが当たります。間違い探しクイズ！それではジミさん、説明をお願いします。ジミさん。え？説明。とりあえずこれ見てください。この次を見てください。
ジミさん、ジミさん、クイズの説明。ちょっと書いてんねん。あ、なるほどね。あ、じゃあ、私から説明させていただきますけれども、今、見ていただきました、二つの映像なんですけれども、前の映像と後の映像で、間違っているところ、違っているところが三つあるんですね。こちら、何秒から何秒までが違っていたかを当てていただきたいと思います。当てていただいた方にはですね、抽選で100名の方に、ケンネル所沢の、素敵なマグカップが当たります。ね、ジミさん、ね。宛先。あ、宛先ね。はい。郵便番号102、千代田区九段北 4-3-31、ポニーキャニオン映像制作本部、ケンネル所沢間違い探しクイズ係まで、締め切りは平成4年の4月30日必着です。当選者の発表はですね、発送をもって返させていただきますので、ご了承ください。ということで、ジミさんどうもありがとうございました。いえいえ。最後にジミーさん、今後の人生はどのように生きていこうと思ってらっしゃいますか？紐になろうと思ってます。あ、紐？はい。あ、紐って女の人の？そうです。じゃあ先生頑張ってくださいね。お前も頑張れよ。あ、じゃあ頑張らせていただきます。はい。ということで、楽しく過ごしてまいりました。秋子の部屋、いかがだったでしょうか？ビデオ、ケンネル所沢の第2巻が出ましたら、またお会いしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。行こう行こう。キュッ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 。おー、惜しい。